はい、こんばんは、しさねんです。ちからです。はい、まあ、前回のコラボに引き続き、今回もちからくんに来ていただきました。で、前回ですね、いくつかの質問に答えていったかなと思うんですけども、今回は我々 TikTok でしたりとか YouTube やってるんですけども、その中に寄せられてた質問をがっつりギュッと絞ってそれに答えていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速いきましょうかね。いいですか。はい、はい、じゃあ質問を始めます。はい。名前は静谷和典です。生年月日は1985年の6月13日です。出身地は、栃木県です。犬派猫派。犬ですね。自分を動物に例えると。犬ですね。虫に例えると。カミキリムシですかね。はい、カミキリムシ、うん、はい、はい、好きな女優さんは昔は篠原涼子さん、今は桐谷美玲さんですかね。またちょっと全然系統違います。違いますね。はい、いいですね。変わりました。はい、好きな食べ物は食べ物、お肉ですね。お肉。はい。嫌いな食べ物は生トマトです。生トマト、ちょっと無理なんですよね。じゃあ冷やしトマトとか居酒屋さんで。絶対ダメだね。でも一回スペインで食べた時は食えたんだよね。味がなかったから。うん、そういうことか。はい、味がないトマト。はい、はい、じゃあ次、好きなものは最初に食べる派、後に食べる派。最初ですね。腹いっぱいになる前に食べちゃいますね。お、うん、いいですね。今何が欲しい。うん、酒、はい、じゃあ乾杯。ああ、乾杯。行かす。うん、今までで一番大きな買い物は。多分、はい、その物件取得費ですかね、お店の。うん、内装工事費とかってそれ手に入れたものって入るのかな。お店っていうふうに考えたらそうか。まあそうですね。うん、一番の買い物というか、なんだろうな、まあかかったお金ですかね。はい、これもちろんあれですよね、居抜きじゃないですよね、スケルトンです。居抜きをもともと新宿イスキーさんのところで初めて話すんですけども、カフェだったんですよ。で、ここですか。はい、知らなかった。うん、はい。で、ある程度もほとんどそれを中身を壊してほぼスケルトンにした状態からやってるんで、解体費がかかっていて結構、うん、そういうことか。お金かかってるんですね。居抜きを壊したってことですよ。そう、じゃあ言っちゃえばスケルトンより高いですよ、ね、そう。うん、ちなみにバーリベット、もう1店舗の方はスケルトンで、新しい建物に一番最初に入ったのがそのバーリベットなので、まあ新築ってことですよね。新築。はい、うん、はい、わかりました。じゃあ次の人もいきます。はい。尊敬する人は。尊敬する人は例えるならば、はい、過去の頑張ってきた自分とか、ナルシストかな。いや、逆にいいと思います。なんかね、常にやっぱり、まあ、新年ですし、去年の自分を超えたいなっていうふうに思うんですよ。でも去年の自分の頑張りがなければ今の自分ってないと思うんで。確かに。うん、褒めるとしても昔の自分、言ってみたい。尊敬しても自分。うん、すごい。はい、じゃあ去年の静谷より今年の静谷ってことですね。頑張ろうかなと思いますね。はい、了解です。お酒は好きですか。もちろん。はい、はい、好きなお酒は何ですか。うん、まあやっぱりウイスキーのお仕事をたくさんさせていただいてるんで、ただもう本当に苦手なお酒がないんですよね。うん、あ、でまあ無差別級に全部好きですね。無差別級に全部好き。はい、はい、うん、じゃあ毎日食べるならお肉か魚か。毎日か。あ、じゃあ魚。お、いいですね。はい、好きなウイスキーは。結構これ日によって違うんですよ。ただ今日僕ちょっと二日酔いなので、はい、昨日も朝の9時までちょっとやってしまいまして。はい、モンキーショルダーのハイボールとか今飲みたいですかね。あ、はい、いいですね。あとで飲みましょう。飲みましょう。はい、はい、インドア派アウトドア派。アウトドアかなと思いますね。いいですね。いろんな景色見たいんで実際に。わかるわかる、うん、それはすごいわかりますね。うん、旅行が好きですね。旅行が好き。じゃあ今一番どこに行きたいですか。今一番行きたいのはあったかい国に行きたいですかね。例えば。なんかもうお酒絡みで海外に行くことって結構多いんですよ。そうですね。スコットランドも10回ぐらい行ってるんですよね。はい、なので本当にもうスペインとか、スペインはお酒も学べますが、でもお酒とは全く関係ない、もうハワイとかでゆっくりできたらどんだけ幸せなんだろうっていう気持ちはありますね。いいですね。あったかいところで、はい、ある種お酒が関係ないところに行ってみたいなっていう気持ちも中にはあります。何も考えずに行ってもいいですよね。わかりました。はい、学生時代何部。はい、剣道部
ですね。あとは高校時代は陸上部ですね。はい、はい、かしこまりました。じゃあここからちょっと掘り下げていきます。おう、初めての彼女の名前は待ってくださいね。はい、ゆきこちゃん、保育園児の時です。保育園児、はい、初めての彼女の名前ですよ、ゆきこちゃんのね。っていうことは保育園の時に付き合った。そう、レベル高っ、ね、うん。じゃあ、ファーストキスは何味でしたか。これ、待ってね、リアルに答えるってことだよね。まあそうですね、ちょっとコンプラ的にアウトだったらピー入れるんで変な話、はい、人間誰しもそうかもしれませんが、お母さんなんじゃないかだから母の味です。母の味、何味って話だよね母の味、ミルキーと一緒ですはい、はい、ちなみにそのファーストキスは、はい、ゆきこちゃんはしてないね。ファーストキスはお母さん。あ、そっか、あ、うん、僕もそうですね誰しもそうですね、逆に言ってしまう。誰しも、はい、ふとしていけるもの、なんか、うん、すいません、ね、はい、じゃあちょっとそれつながりで、つながんだ、うん、初体験の、あ、初体験は何歳ですか。高一だね。高一、うん、高一。その初体験の感想を教えてください。なんか、なんかそれの答えんの、まあなんかプレハブみたいなとこだったな場所か、体育倉庫プレハブみたいなとこでしたね。はい、うん、プレハブです、感想は、うん、プレハブ、はい、はい、じゃ あ, じゃ あ, あ、どうぞどうぞ。あ、何もないです、もう本当プレハブです。プレハブですね、はい、じゃあ今の気分は。今の気分、はい、もうテヘペロですよ、もう答えたくない質問これはい、面白い面白い、本当かよ、うん、はい、じゃあ好きな漫画は。漫画、はい、まあ、はい、ワンピースだったりとか、終わったやつだとナルトとか、結構ジャンプ系が多いかな。面白いですね。うん、ですね、うん、海派、山派。はい、うん、山ですね。山ですか。ただ海の音は音でちょっといいなって思いますね。はい、はい、じゃあ何をやってる時が楽しい。サウナで整ってる時ですかね。うん、サウナ僕も結構好きですね。あれ、そうだっけ。好きですね。8分、本当に調子いい時は8分の8セットぐらい。うわぁ、8セットはやばい。やばいですね。ポカリもう持ち込みます。おぉ、ポカリ1本じゃ効かないでしょ。あ、もう途中浄水器みたいなやつあるんで、おそれで整わせると。はい、はい、すごい。じゃあ、マシデアさんといえばウイスキーなんで、はい、ウイスキーに出会ってなかったら何をやっていましたか。仕事ですね。おそらくスポーツの実業団に入ってたと思うんですよ。まあ学生時代その高校時代にその陸上の競歩っていうのでインターハイ国体に出て、でオリンピックが夢だったんですよね、うんうん、はい、なのでまあおそらくどこかの実業団に入って、はい、やっていたのかなっていうふうに思いますけど、まあそれもちょっと怪我では断念したので、はい、あれですもんね、うん、競歩インターハイですもんね。インターハイ国体ですよ。関東で準優勝しましたね。間違いなく新宿で一番歩かせたら早いですね。おそらくバーテンダー一歩くのが早いか。間違いないですね、うん、昔一回競争しましたけどだいぶ先行かれました、はい、まあ過去の動画に僕競歩やってる動画があるんですよ、最初の方に。まあ内容というのがそのリベットからサロンまで、まあ、こちらのお店まで徒歩1分で行けますよって歌ってるんで、本当に1分で行けるのかっていうのを、まあ実証してみたっていうことなんですけども、まあ恐怖の動画もありますんで、よかったらそちらも見ていただきたいと思いますがはい、そんな感じですね。じゃあ次は、男で良かったと思う瞬間は。男、いやー、僕なんか苦手なものが血液だったりとかするんですよね。はいはい、そういった面では女性ならではのやっぱり、うん、デイゲートのこともあると思いますし。ああ、そういうことか。ホラー映画とか苦手なんですが、まあそういった意味ではちょっと男でよかったなって思いますね。うん、いいのかな、これは。大丈夫。あ、全然大丈夫ですね。うん、全然大丈夫と思います、うん。はい、じゃあ次。日本人じゃなかったら何人がいいですか。全く真逆の生き方をしてみたいなっていうふうに思うんで。はい。むずいなスペイン人ですかね。あ、まずスペイン語が話せるっていうのと、飯がうまいっていうのと、あとはまあスペインに行ったらまあ英語も勉強するじゃないですか。で、その
他の他国にも、まあ、ユーラシア大陸の中では行きやすいと、うん、で、あったかい、うん、なので、まあ、スペイン人かなと思います。血は、血が騒ぎますね。あとスペイン人はね、なんか、まあ、美男美女で本当綺麗ですよね、向こうの人たち、ね、分かります、うん、まあ、分かりますね。はい、はい、じゃあ次いきます。はい、秘密一つ教えてください。秘密、秘密ね、はい、秘密は、難しいな。家でウイスキーを飲むときに口止めで飲んだりとかしますね。え、ブッカーズとか。これを、あ、主にバーボンですね。バーボンを口止めで飲んでますね。めちゃくちゃぶっ飛んでますね、うん、あ、もう本当結構な B 型なんですよ。で、家で酒飲んで気持ちよくなってるのに、そのグラスは洗いたくないんですね。洗って手を冷たい水でさらしたくないという、なんというのかな、いよいよ冷ましたくないんで、その気持ちを。なのでダイレクトショットですね、はい、直瓶ってことですね。直瓶ですね。やい、はい、サステナビリティ、サステナビリティ、うまいこと言ってるのかなはい、じゃあいきます、次。はい、はい、子供と大人の違いはやっぱり、まあでも今の時代違うかな。ただ僕の時代で考えると、うん、やっぱりお金を稼げるか稼げないかかなっていうふうに思いますし、うん、難しいのは子供と大人の違い。本当最近白髪が増えたんですよね。わかる、めっちゃ多いでしょ。で、ひげも白髪でしょ。ほんとだ。そうそうそう、そういうことですよ、本当は。子供と大人の違い、わかりやすい、はい、わかりやすい、境界です、はい、じゃあこれだけは誰にも負けないと思うことを一つ教えてください。有言実行力ですかね。で、実行できることしか僕は発信しないんですよ、うん、表に言わないんですよ。例えば僕結構英語とか苦手なんですけども、 TOEIC で何点取りますとか絶対言わないですよね。ただ、うん、やっぱりそれってなんか過去のその成功体験もあれば失敗体験もあればっていう、自分のやっぱりその経験値の中でいけると、これ本気を出せば勝てる、まあ、その実行できるって思ったことしか有言しないので、うんうん、有言実行ですかね。はい、確かに、うん、でも本当言ったこと一個ずつ全部こなしてってる雰囲気はありますよね。そうですね、やっぱ言霊もすごい大事だなっていうふうに思いますし、ですかね。はい、はい、じゃあ、はい、うん、短所と長所教えてください。長所はさっき言ったのと近いのかなって思いますね。やりきる力っていうのは強い方なのかなっていうふうに思います。短所は結構これ短所なのかな、飽き性な部分もあるんですよ。なので常に新しいこと、新しいことにチャレンジをしますね。はい、なんか回遊業じゃないですけども、何かしてないと生きていけないタイプで、隙間があったら何か仕事を入れちゃうタイプなんですよ。はい、なのでまあ結構ストイックですねって言われることが多いんですが、うん、まあそれはまあ短所とも呼べますし長所とも呼べるかなと思いますけどね。うん、そうですね、はい、うん、です。わかりました。じゃあ次、家が火事になりました、何か一つだけ持っていけるとしたら何を持っていく。難しいな、ウイスキーって言いたいところですけど、火事になったら多分ウイスキーが燃えてるんですよ、それって。なのでうち結構ウイスキーが多いので、笑っちゃいけない、200、300本ぐらいあるんですよね、はい、なのでもう普通だな、まあ、携帯とその充電器じゃないですかね。やっぱりそうですね、ライフラインといいますか、すごい大事だなと思いますね。はい、了解です。はい、今質問何問目でしょうか。28問ぐらいですかね、ざっくり、うん、ブブ、おう、ブーブー、久々に100年ぶりぐらいにブーブー言われる、つうか言われたことないかもしれない、ブーブー、古いバックでしたね、古いブーブー死後か、はい、僕も今何問目か分かってません。おお、はい、アルチューハイマーなんですよ。アルチューハイマーですね、はい、お酒飲みすぎですじゃあアルチューにかけまして、今イチオシのシジャーさんのウイスキーはかけまして、はい、一押しのウイスキーは、はい、そうですね、まあちょっと、まあ自分でプロデュースしたグレン・グラントの
あのウイスキーがあるんですけども、それも一押しですし、おすすめの、あの気軽に手に入るもので考えると、まあ、さっき話したっけ、そのモンキーショルダーとか、またはちょっと付随するんですけど、あのグレン・グラントのアルボラリスとかはめちゃめちゃおすすめですね。あのコスパで、あのエステリーで、まあ、フルーツ の、 そのバスケットのようなテクスチャーがあるのは、まあ、ぜひ、まあ、ご家庭に1本あって全然いいんじゃないかなと思うん で、 うで、ちょっとボトル持ってきます、うん、おいっす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 、これですね、はい、はい、コスパがめちゃめちゃいいですよ。まあ、あのモンキーショルダーは、まあ、あの本当にもう海外でめちゃくちゃトレンドになってるんですよね。なってますね。はい、あのバーテンダーさんがカクテルベースとしても用いられることが多いんですけども、そのストレートで飲んでいただいても、ハイボールで飲んでいただいても、まあ、ブレンデッドモルトで、まあ、多層的な味わいというのがまあ特徴的なんですけども、まあ、これもおすすめかなと思いますし、グレン・グラント・アルボラリスはね、あの2300円ぐらいで買えない、めちゃくちゃ安いです ね、 ね、シングルモートでこのコスパってすごいよね。多分これより安いのはないんじゃないですか。ないよね、僕は知らないですね、うん、うん、それでいてすごい清涼感のある、もうスペースサイド の、 まあその特性というのがすごい、まあ感じやすい味わいなのかなと思うんで、フルーテーですね。フルーテー、フルーテーな、フルーテーな感じですね。はい、おすすめになってますね。はい、うん、どっちも本当に美味しいですね。はい、後でじゃあ静谷さん、これ使って何か作ってもらってもいいですか。おお、わかりました。はい、まあ、まあ、次回の動画になるかもしれないです。はいはい、わかりました。特にあのこのグレン・グラントのアルバライスに関してはちょっとあの僭越ながらね、この質問コーナーで何長く話してるんだっていうふうに思われる方もいらっしゃるとは思うんですが、昨年の11月30日にグレン・グラントアルバライスを使用したカクテルで僕日本一になったんですよ。はい、おめでとうございます。やっぱりめっちゃ思い出はありますよはい、めっちゃあります。それちょっとまたこの動画かまた違う動画か分かんないですけど、ちょっとお作りしますね、そのカクテルをぜひ。はい、マジでめっちゃうまいです。あます。まあ僕一回飲んだんですけど、もう超フルーティーですそうっすね、ちょっと、はい、まあバチッとその動画1本後で撮るんで、はい、はい、よろしくお願いします。わかりました。はい、はいです。はい、じゃあ次いきます。はい、最後に一言お願いします。おお、最後に一言。そうですね、なかなか、まあ、あの先ほどの動画でもそうなんですけども、ちょっとあの更新頻度がちょっと落ちてしまいまして、ただですね、今年からはしっかりと、YouTube の方も、皆様に有益な情報を、発信していきたいと思いますので、あの引き続きあの懲りずに視聴していただければと思います。はい、はい、まあ、たくさんの質問に今答えていきましたが、ここまで、全て見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。すみません、ちょっといきなりの質問攻めで、でも本当これ全部視聴者の人があの、うん、まあ、TikTok とか Twitter で送ってくれたやつをそのまま書き出してるだけなんですよね。はい、うん、っていう感じです。はい、じゃあ静谷さん締めてください。はい、はい、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひですね、この質問コーナーのちゃんぽんちからくんエディションもちからくんの、YouTube チャンネルにて、公開してますので、そちらの方もぜひ覗いてみてください。ということで、おやすみなさい。さよならありがとうございます。ありがとうございます。